準決勝はどんな気持ちで挑まれたんでしょうか。そうで、木月くんがね、一生懸命先行してくれたんで、もう残したかったんですけど、まあ、みんな来ちゃってたんで、もう仕方なく出てきました。また勝ち上がりが最終レースまで来たせばかりでしたもんね。そうですね、まあ、僕一人になっちゃったんですけど、まあ、何としても勝ちたいと思います。もうどんなことをしてでも優勝ですか。そうですね、まあ、一か八かかけてみます。はい、この2日間レース振り返っていただけますか。もう調子も上向きで絶好調です。準決勝、小原雄太選手の後ろにいらしてどうでした。いや、もう全て信じ切って走ってました。抜いてますね、小原選手。はい、うん、もう全力です。決勝戦来た5人です。竹内選手の位置は3番手で頑張ります。2場所連続優勝かかります。もう全力出し切るだけです。この2日間の自分の走り方、戦いぶり振り返ってどうでしょうか。ちょっと自転車とマッチしてないかなっていうのはあったんですけど、はい、もう決勝乗れてるんでいいのかなと思います。決勝はどの位置から挑みますか。小原くんの番手に行かせてもらえることになったんで、はい、そこから頑張りたいと思います。小原選手との連携は。川崎の決勝で1回、はい、走ったことがあります。印象はどうでした。ちょっとまくり一瞬離れ気味だったんで、ちょっと気をつけていかなきゃいけないなと思います。しっかり番手で頑張って優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。直線ではよく伸びているように見えるんですが、いかがですか。まあ、立川が直線が長いという、はい、おかげもあると思います。はい、久しぶりの決勝ですね。そうですね、今年2回目なんで、はい、嬉しいです。決勝戦南関東一人ですが、どう戦いますか。はい、気楽に短期で、あとは切れ目から頑張ります。予選と準決勝どうでした。はい、まあ、自分のやりたいことはできてるとは思うんですけど、ちょっと、まあ、今日の準決勝は後ろを待ちすぎた感じもするので、まあ、すかさずいければベストだったと思うんですけれども、まあ、そこは明日修正してしっかりラインから優勝者出せるように頑張りたいと思います。決勝戦どう戦いたいですか。はい、しっかり5車並んでもらえるっていうことなので、しっかり自分の役割を果たして優勝者を自分のラインから出せるように頑張りたいと思います。ご自身も S 級初優勝のチャンスですが。はい、もちろん狙っていきます。この2日間最後はよく伸びてますね。ありがとうございます。展開は苦しかったですね。はい、苦しかったですね。はい、ご自身の工藤選手の調子の方はどうなんでしょうか。いや、もう外踏めてるんで、はい、調子はいいと思います。では決勝戦の意気込みをお願いします。はい、明日5番手ですけど、直線一気に行きたいと思います。頑張ります。この2日間の走り振り返っていただけますか。初日よりは2日目の方が軽かったですね。はい、調子はいいですか。調子は、はい、まあ、上がってきてると思います。準決勝の風はどうでした。いや、重かったです。はい、それでも1着です。あ、そうです、まあ、展開向きましたね。決勝戦北勢が5人勝ち上がりました。はい、杉山選手の位置はどうなりますか。自分4番手固めます。遠慮なく決勝戦の意気込みをどうぞ。まあ、離れないように走るだけですね。はい、